にちは、現役高校教師ピアニスト真由美です。昨日衝撃的なニュースが入ってきまして、もうちょっとびっくりしてしまいました。私昨日運転中に特別な速報っていうことで安倍元首相の訃報が入ってきたんですね。もうあまりにもびっくりしてしまいまして、普段見ていないテレビを帰ってきて何回もつけていろいろちょっと確認しちゃったんですけれども、とても私は特定の政党とか宗教とか信じてないんですけれども、とてもショックを受けてとても悲しい気分です。で、今日今なぜ花は咲くを弾いてみたかと言いますとですね、今年の3月に近畿大学の卒業式のスピーチで安倍さん、この曲の録画を流しながらお話をされていらっしゃるんですね。昨年だったのかな、震災 の10年の、鎮魂コンサートをされた時に、この曲はプロが弾くんじゃなくてど素人が一生懸命弾いた方が伝わるからっていうことで僕に白羽の矢が立ったので、毎日忙しかったけれども、夜遅くまで毎日練習してなんとか弾いたんですよっていう、その、安倍さん の今の花は咲くの演奏が流れる前で、登壇されてスピーチをされているという動画が上がってきたんですね。なんかそれを見ていまして、とても悲しい気分になりました。で、今私はざっと聞いて、本当にこの曲聴くの久しぶりだったので、ざっと聞いて耳コピーで一番鎮魂にふさわしいかなっていう部分だけを耳コピーで弾いてみました。その近畿大学 の卒業スピーチのとても素敵なんですね。で、それ見てて本当に亡くなってしまったんだなと思って、ちょっとかなりショックを私も受けております。というわけで、それ概要欄に貼っておきますので、皆様もぜひご覧になってみてくださいませ。はい、というわけで、ちょっと本当は今日は別の投稿をしようと思っていたんですけど、ちょっとあまりにもショックだったのと、ご冥福をお祈りしたいなと思いまして、花は咲くを弾いてみました。ちょっとあえてお悔やみっていうことでちょっと暗めの映像で撮ってみたんですけれども、7月の8日、七夕の次の日ですね、実は私 YouTube 上でのカウントでは7月の8日が始めた日になってまして、その日が2周年の記念日だったんですよ。それがもうとんでもないことになってしまって、本当に運転していたら、 NHK のラジオを聞いていたら突然訃報ですっていうかバッと入ってきたんですね。でええっていう感じで驚きすぎて、何回もその後 YouTube を確認したりとかしてしまいました。はい、そういうわけで本当に心よりご冥福をお祈りいたしまして、今日の投稿はちょっと変更しまして別のものをあげようと思っていたんですけれども、こちらの今花は咲くの一番鎮魂に向くかなと思った部分 の部分を抜粋で耳コピーで弾いてみました。はい、それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。真由美でした。